の女子女子です。ブラックです。ということで今回もウィニングレバープ2020やっていこうと思うんですが、今回はですね、こちら4つ目の赤になるんですけれども、4つ目の赤でですね、なんとね、こちらのね、ベルフワイン当たったんですよ。本赤でも当たったけど、はい、まあ、サブ赤でもベルフワイン当たったよということで。そう、で、本赤だとポジション適正が俺一つも持ってなかったんで、なるほど。ちょっとセンターフォワード使いたいんですよ、このベルフワインを。なるほど。思ってたえ、4つ目の赤は結構あったんで、ポジション適正。で、一発でつきました、うん、センターフォワードに、うん。ということで、早速このベルフワインをまずはプレマやってから、で、能力値解説やって、で、最後にさ、オンラインね、今回3試合ぐらいやってきたんで、はい、見ていければなと思います。はい、ということで行きましょう。調子よし、普通ですね。で、ちなみに監督はですね、これはニココパチですね。さあ、ということで相手はワントップ。あとですね、結構コメント欄にも伝えました、アイコンもね、変えたんで。そう、アイコンとヘッダーもね、ヘッダーはちょこちょこ変えようと思って。ちょこちょこ変えてる。さあ、行きましょう。まあ、ワントップなんで、こっちもまあ一応ね、形上ワントップなんですよ、うん。まあそうだね、ワントップ対決だ。やばい、あー、ちょっと待って、おい、もうお前出たんだら最後まで行かないと。よし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 、はめてちゃダメじゃん。ここね、ベルワインがスルパ持ってるんで、一応、まあ、ちょっと長かったかなと思ったんですけど、行けばよかったな、あれ。オッケーオッケーオッケー、怖いな。おお、すごいじゃん、粘ってよ。あぶねえ、粘れるね。フィジコンボディボンすげえんだから。粘れるよ。こんな数値たちいないんだぞ。お、お、まずい。オッケー、ーナイス。お、な、取れよ。キャッチ。ハードキャッチプリキュアだろ。おい、めっちゃ懐かしい。プリキュア、プリキュアや。めっちゃ懐かしいな、おい。押されてる。やべ。これだよ。ああ、お前何、それ変われ、誰だよこのキーパー、カン、見たことねえ髪色だと思ったらこいつカンか。いや、もう出せってすぐ。ロセルソ、ロセルソ使ってんの、えなめんなよと。よし、大工か。あ、まずい、うわー、事故だ、危ない、どけ。えい、いやいやいや、もう、なんだよそれ。やる気なくなるね。おパス乗れよ。いや、よし、おい、もうお互い、なんでお前他の人の邪魔すんだよマジで。ヒデか、ヒデあかんよ。あ、いや、いや、おお、一回外ず、ああ危ねえ、うわ、ちょっと待って、ええー、事故。いやー、オッケーオッケーオッケー。はい、ということでですね、こちらベルフワイン見ていきましょう。ということで、センターフォワード使ってるんです。171センチで、まあ、36レベルまで行くんですけど、まあ、特徴的なのがですね、スピードと瞬発がこれだけあって、フィジカルコンタクトとボディコンが一番あるのかな、94、99って。スアレスとかロナウドよりもあると思うんですよ。さっきのね、フレマみたいに調子こいてボール持っちゃうとさすがに取られるけど、まあ、節度を ね、 そうだね、ちゃんと他の選手と同じように守ってやればボールはまず結構取られない、はい、そうそうそう、すげえボール持つことができるのかなっていう選手で、はい、まあ、その他にはね、まあ、もうちょいその決定力とかあると最高なんだけど、だ、ね、まあ、でもその他の数値もね、かなり別に悪くはないよと、うん。今回ね、そのセンターフォワードで、はい、まあ、使ってったりしたんですけど、いろんなポジションできるから、そうそうそう、まあ、今後の使い方も非常に、ね、CMF できるできるし、あとその1個上の OMF、ね、もういけるし、うん、右左もね、いけて結構面白いっすよ。そうで、持ち物としては、まあ、ミドルシュートとか、はい、持ってたりとかするんで、スルパね、まあ、スルパとかも持ってるんで、まあ、今回はね、そのさっきも言ったんですけど、センターフォワードで使ったんで結構前目、はい、なんですけど、 OMF とかで使えばいい、スルーパスもそうだし、ミドルシュートとかね、うん、生きてくる場面もあるんで、まあ、いろんな本当使い方ができそうだなということでね、はい、まあ、あとオンラインでね、そうですね、結構活躍してるところがあるんで、はい、まあ、そこをね、実際に見ていければなというふうに思います。はい、ということで、ここから実際オンライン戦ということで、3戦ですね。
でまずは、いつも通りの、まあ、小鉢で行ったといった感じ。相手の方はサンリーですね。いつも通りが久しぶりだよね、まあ、小鉢ね。久々ですね。まあ、4つ目の赤は大体ね、小鉢かアトレブームやりますけど、うん、まあ、今回ね、結構久々にこっちの中で試合するということで、さあ見ていきましょう。4チ4チ久しぶりにでも使うな、本当。そう、結構久々に使う。おお、抜けた。これベルワインがですね、やっぱタッチが細かいのと、結構取れないんですよね、ここで。おーい、でこれシュートまで持っていけるんですけど、このファールになっていくというところで、蹴るのはもうキッカーメッシー。まあ、ここでね、あんだけ細かいのがオンラインできる、ドリブルできるっていうのはね、でかいっすよ。まあ、オフェンスセンスがそれないんだけど、そうそうそう、まあ、オフェンスセンスね、まあ、ここも呼んでいく。ありすぎるとね、オフサイドになる。これね。おー、マジで。これ。おー、マジで。ただね、シュートがね、やっぱ結構ね、87だなって感じがする。あー、なるほど、決定力。だからそこがちょっと難しいんですけど、ただやっぱこの速さ、読みの。おー、このもう読んでね。カーソルやっぱ速いね。速い。さーっとすぐ行ける。いや、すごい。ここまで近づいていけばシュートは打てるんですけど、なんかあのちっちゃくしてさ、めっちゃムキムキにしたオバメみたいな。そうだねあ、これでも怖い。こっちも負けてないんで、バーディーも。いや、相手の人のバーディーもいいね。いいシュートですよ、これ。これはこれストライカー対決。そうそうそう、ストライカーっていうか、まあ、ドッカン対決になってますね。まあ、スピード対決、ドッカンバトルだ、これ。あ、ドラゴンボールの、ね、さあ、ここベルフワイン。ここでやっぱり今のも結構あの体張れて、ここで奪えちゃうの、マジで。いや、これがちょっとやっぱあんまり痛い。3本目だよ、でも。3本外してるね。そう。ちょっと87が出るのよ。さあ、スルーパスもあるよという。ここ一回詰まるんだけど、もう一回ここ。ベッケン。ベッケンね、もう一回。これベルブラインがね、まあ、オフェンスエースがね、87か、そんぐらい、90いかないぐらいがね、アプリはちょうどよかったりするんで、あんまり裏に行かないとオフサイドになっちゃうし、もうラグでね、出したと思ったらオフサイドになっちゃうんで、結構ね、まあ、そっちの方が良かったりしますね。さあ、ここ当ててクライフで、ここでシューキャン。いやー、素晴らしい。これです。いやー、素晴らしい。右足でね、振っていくと。いや、いいね。滑らかに速いなー、やっぱり。もうだいぶあのね、選手と入れ替わった。目の前で身長もそんなに高くない、171です。だからそれでいてこのスピード瞬発だから、ただこのタイプの選手初めて覚えてた。弾丸だな。いや、いないっすよ、今まで。こういうタイプはすごい珍しいタイプですよ。弾丸だよ、これ。ここ体強い。ベジリンなんだけど、おーみたいな。ブワーみたいな。いや、ちょっとやっぱそのシュートがね、シュートがちょっとお茶目ポイントだから、ちょっと下手。でもな、キック力もそんとこまでないん。キック力90ありますね。あー、まあ、でも見出しは一応あるけどね。ただやっぱ君はね、俺ね、根幹を持ってるんですよ。あ、で、まあ、根幹打つシーンとかも出てくるんですけど、はいはい、あのね、やっぱ根幹打つんだったらね、ズドン打った方がいいなと思ったね。なるほど。ただね、やっぱりああいうなんつうの、ちょっと抜け出して打つっていうのも、うん、あのそのまま抜け出してそのままの勢いで打つんじゃなくて、ちょっと体の向きとか整えて打たないと、やっぱりロナウドとか今までトーレスとかさ、すごい決定力高い選手で打ってきたんだけど、そういう選手とまたちょっと違うんで、ちょっと体勢とかね、相手の方はフェルさんですね。そう、フォームとかを考えて、スコールズ・ヒグスというので結構マンチェスターのユナイテッドのあのアイコニックを固めてるんすけど、これとか多分ロナウドとかって入ってるんですよ、今の、うん、ただやっぱりちょっとね、あのペースだと87じゃやっぱ入らないんだよね。なるほど、うん、っていうのはね、感じました。やっぱキーパー強くなってるな、そう、ゲーム止めるってくるんですよ。 強くさせられてる。見てほしいんですよ、これ根幹なんですけど、ここ。おー、だから結構ね、なんかあそこも根幹で打ったりとかしてたんですけど、やっぱりね、ズドンやな、こいつは。まあ、ここら辺の動きすごいけどね、キビキビしてるキレはすごいよね。キレすごい。この感じのなんかその選手は初めてだったね、今までで。さあ、ここはレバンドスキー。レバンドスキーは外してたんじゃしょうがない。そう、ただまだね、あれ来た、あのこれはね、後半ですね。あ、後半か。そう、ここベルフワイン一回当てて、で、モラタ、ちょっと崩れた、ベルフワイン、おー、負けない。でもマジでクライフが打っていて、あ、だからまあ OMM にそれこそもっと決定力の高いで、今回、ま、今ね、使ってるのが、はい、まあ、ベルフワインと、まあ、クライフの並びそうみたいな感じになるけど、なんかあのフォルランとか、フォルランとかでもいいよ。もうちょっと決定力ある2列目じゃないけど、まあ、OMF みたいな感じの選手を置いてもいいのかな。めちゃくちゃ速いな、この辺とか。片方めっちゃ決定力重視してもいいな。うわ、バカ速いもん。これね、俺ね、パスするんじゃなくて、多分これこそ中に向いて効果だったんだよ、うん、ちょっとそのシュート早まっちゃったんだけど、あ、シュートってかパスしちゃったんだよ、シュート技術のところはね、ちょっとした技術がやっぱりあの、まあ、ちょっとずつね、ああいうので、まあ、ゴールに繋がらなかったりとかするんですけど、うん、まあ、ギブアップでね、勝ってくる。で、3戦目最後は、まあ、ベルフワイントップでまた使っていくんですけど、結構ね、このままね、6なんだけど、やっぱりあのさっきのフレーム合わせて4試合かな、だから全部やったんですけど、まあ、1回も不調にはならなかったですね。相手の方は3バックですね。3バック、まあ、そんなに当たらないけど、あの火力あるから、火力ある、
攻撃は本当気をつけたいところあるよね。あとベルファインですよ。1回落としてメッシからもう1回ベルファインでもう1回落とすと、でここまで今一個落ちてきますね、うん、さあでマルディーニ当ててビエラでメドベと1回中ビエラクライフベルファイン、いやーここの速さ負けない、マジでこれ回り込んでんじゃん。もうなんかこの感じ。いやこっからさ、まずここまでいいけど、そうこっから回り込んでんじゃん。そうすごいっしょ。これタイプのね、ちょっとフォワードっていうか選手って使ってもなかった。積んでるエンジンが違うってやつだ、ね、だからこんなに体がサイズがちっちゃいのになんかムキムキで負けない、当たり負けしてないっていうのは結構びっくりだった。オンラインみたいな感じで、ね、これセズドラ持ってる、あのそうそうそう、フレームはねちょっとねやりすぎだけど、まあそのほんとこういうような使い方するとね、あ抜けたね、うん、よいしょ、いやっうわー自動なんだよね、だから多分ね、結構なんかあれ威力ちょっと弱くねっていうのがあるんで、うん、打つならやっぱズドンなのかなっていう気はしましたね。カーブ選手さん高くないのかな。そう、ただこれ相手の方もケインでここね、マジでえ素晴らしい、これが入っちゃうんすよ、スーパーミドルだ。そうやっぱね、振るべきやなっていうところだよね。ここもメッシュ抜けられてきて、このメッシュはスルパなんだよね。あーすごい。でインザーギでこれ切られてくれた、寝かせてね、そういうところでね、これみたいにやっぱ攻撃力あるよね相手の方も。さあここただ負けてられないロベルト・フィルミーノ、ネドベト、ここで見てほしい、ベルファイン体でグッとこのコースで、ここで上がりまってフィルミーノ、これがねベルファインできるんですよ。4-1-4-1に合ってるの。そうフィジコンとボディゴンが強いから、このベルファインで打つんじゃなくて、ここ後ろから走ってきた選手でこういくと、このね本当に背負った時に、まあ、小さいんですけど十分背負えるし、でもう一つあるのが結構ね取られたと思って背負ってごっちゃってた時になんかまたスピードでグイーンみたいな感じでまたかっさらっていくみたいなのもあるんで、まあ、ちょっとこれはね今までにないちょっと新しい選手だったかな。未知の選手だね。そう今までは本当になかった、こんなちっちゃくてあのボディコンとフィジコンがねこれだけある選手っていうのはなかなかいないん でスピードがマックスで速いと、速いもう速いで、まあ、オフェンスセンスを蹴ってる方はそこは、ね、ドリブルもでも95とかあって、でスルーパス持ってるんでやっぱ味方生かすこともできるんでね、まあ、非常にね、まあ、新しい選手とかちょっとワクワクしたな。まだねこの他にも、まあ、この CS ガチャとかで来てる選手とかもいるんで、はい、まあ、そういった選手を、ね、順次、紹介していこうと思うんで、見たいよとかですね、ぜひチャンネル登録高評価してもらえるとありがたいです。勝者ボー。